どうもこんちゃでございますね、こんちゃでございます、素晴らしい絶景ですね、これこそ絶景という感じですね、大田市のですね市街地が、一望できるというですね、素晴らしい眺望が広がっておりますね、正面にありますあの工場みたいなのがありますが、これがですね多分スバルですね、スバルの、本工場ということですね。で下にもいろんな工場とかがあって住宅街がだーっと広がっている、これがですね群馬県太田市のですね、この市街地ですごい絶景ですよね、それでこちらの方にプッと見るとですね、お便所がありますね、お便所があって、それでですね、これがまあお便所なんでお便所チェックちょっとしてみましょうか。お便所チェック一応しておきましょうか、こんな感じでですね、ちっちゃいのが2つあって、でこっちにですね、洋式ですね、洋式なんだけど、温水洗浄便座はなしでございまして、この空間が謎ですね昔ねここ多分ね、トイレがあったんだと思うんですけど、鍵がついてますからね、なぜかなくなってるという感じでございますね。で非常に寒冷地でございますので、こうやってしっかりですね防寒対策ができているわけ でここに蛇口がついてますね、こんな感じなんですが、ここは一体どこなんだっていうとですね、金山寺、金山寺ってものか 金山寺というものかよく分かんないんだけど、まあ、そういったところですね。はい、ここにですね太田市観光ガイドブックっていうのがあって、ここです、史跡金山寺城跡現在地ですね、今ここにいます。それで、新田神社とかですねいろいろあるみたいですね、近くにですね、で周りにいろいろあるぞというような感じになってますね。でこっちはバス乗降場なんですが、乗用車の方はですねここ好き勝手に止めていいみたいで、私も止めさせていただいてます。いわゆるですね、まあ、普通の観光地いっちゃ観光地なんですけれども、平日の真っ昼間なんですけど結構人がいます。でここまで結構くねくね道をですね上がってこなきゃいけないということで、結構しんどいですが、まあ、車で来るんで、まあ、ガソリン使うだけということでございますね。そしてこの上にですねお城の跡があるらしいんで、ちょっと行ってみましょうかって感じなんですけど、まあ、一応トイレの上にですね一応トイレの上に、展望台があるので一応展望台も上がってみますかね。展望台上がるとですね、どれくらい絶景が変わるのかというのをですね、ちょっとやってみたいと思いますがですね、下から見ると上から見るのあんま変わらないですね同じですね、大体同じですね。この辺がちょっとね風景が直近が違うみたいな感じでございますね。であそこの下のくねくね道からですねずっとですねく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 ね道上がってきて、でここに着くというような感じになっているわけでございますね。ここが、金山寺だか金勝寺だか、なんかそういう有名な群馬県太田市の観光地です。すごいよねこのね。というわけでね一応ね、絶景がこれでも大体ここ見どころ終わりなんだけれども、まあせっかくここまで来たので、もうちょいですねまあいろいろ散策してもよろしいのかなってことで、へこへこですね、ちょっと歩いてみようかなみたいな、気もしておりますね。なんか工事業者さんみたいなのね。でここに階段があってですねこの階段をですねへこへこ上に上がると、まあ、お城跡がちょっと見れるということですね。天守閣とかは残ってないみたいですけどね、そんな感じですんでちょっと上上がってみましょうかね。神社の方行くのはめんどくさいんでやめましょう。はい、じゃあこの階段をですね、はい、自転車進入禁止、意外とねここ自転車でですね、ここのくねくね道上がって降りたりする人が結構いますね。はい、それでここですね、うわすげえ階段、階段というよりはこれはしごに近いですね。よいしょ、で上に上がってくると、こんな感じですね。どうなってんだか全然わかんないですね。あまり見てもしょうがないかなみたいな。でまあこの階段がこんな感じになってきて、急な階段になってまして、でぐるーっと回って、こんな感じですね。現在地、あ、群馬子どもの国パノラマチェアとかありますね。群馬子どもの国行ってみるか、ちょっとこれからどうしようかな、まあいいや。で今いるのが現在地で、あ、ここからずっと行くとさらに新田神社の方があるんですが、めんどくさいんで行きません。
でここが行きたいんですけれども、あれ通行止め、通行止めですね。なんて書いてある。あ、子供の国は行けません。あ、これずっと行くと子供の国なんだ。あ、本当だ、子供の国 400m って書いてありますね。西城跡、西山コース3って書いてあって、子供の国 400m なんで、こっちの方から昔ですね、こっちの方ですね、子供の国が歩いて行けたみたいなんですけど、今は行けないということでございますね。なんでかよくわかんないですが、行けないということです。で、こっちの方ぐるっと回ってですね、なんだろう、大公園 1.2km、浅間神社600って書いてますが、めんどくさいんで行きません。で、本丸、三田島ですね。あ、この上をですね、こっちの方に行くと、本丸があるみたいですね。今駐車場がここにありまして、こっから上がっていくと本丸の方に行けるみたいで、こっちの方歩いていくと本丸がなんだけど、実はね何もないんで、ここ行ってもですね、つまんないんで行きません。で、夏季厳禁ですね。で、こっちの方ずっと行くと、なんかあるそうですが、めんどくさいんで行きませんね。あ、山頂まで 700m、徒歩15分ですね。おいで、尾根城征服をかけるなんとかっていうのがありますが、この先行くとなんかあるみたいなんですが、めんどくさいんで行きません。はい、そんな感じですね。まあこんな感じでいいかな。はい、まあですね、はい、西城筋なんとか跡っていうか、字が透けて読めません。はい、そんな感じで、見つけで丸、見つけで丸っていうのがこの先にあるらしいんですよ。見つけで丸っていうのがあるんですね。あ、 100m ってちょっと距離が近いみたいですが、行ってみましょうかね。めんどくさいからやめろかな。はい、ちなみにここは保安林ということで、保安林ですね。保安林リフレッシュ授業中、ここは保安休養のための保安林ですますけど、看板がぶっ壊れてますね。はい、まず看板から保安しないとダメですね。はい、そんな感じですね。どうしようか、足元結構ぬかるんでるな。めんどくさいんで行かないっす。で、ぐるーっと回って、なんか木の切り株とかあったりとかね、まあこんな感じになっていますが、いいか、めんどくせえな。もうね、あそこのね、駐車場からのね、あの絶景、あれがすべてで、多分ね、この本丸の上の方行くとさらに絶景なのかもしれないけれども、まあ大した差はないと思うので、まあ行きたい人は行ってください。私はめんどくさいんで行かないということですね。こんな感じですね。じゃあ以上になります。ありがとうございました。いや、でもこっからの景色最高で。